象となる岩石や洞窟内部の壁面に、意象、文字が刻まれた、彫刻のこと。ギリシア語で石を意味するペトロとグリフの造語である。日本語では戦国と呼ばれたり、岩面彫刻、岩石戦が、岩面陰国と訳される。似たものとして、岩に描く、ペトログラフがあるが、学問上、ペトログリフとペトログラフは同一ではなく、それぞれ定義があって区別されている。 日本ではしばしば両者が混同されるため注意が必要である。人類が後世に伝えたい様々な衣装や文字を岩石に刻んだもの。筆記具や紙を持たない古代の人々が残した記録や文字、文章システムの先駆けを示すものとして注目されがちであるが、アメリカ合衆国ハワイ州などには16世紀や17世紀にかけて刻まれた比較的新しいものもある。 また、近世や現代においても、宗教的な儀式の目的やアートとして刻まれるものも、多数存在している。日本では主に漢字伝来以前のものを、ペトログラフ、漢字伝来以後のものを、碑文、または、絵と呼んで区別している。海外では、ペトログリフはもちろん、岩石芸術全般の研究が行われており、特に米仏で研究が盛んであり、 ユネスコに研究機関があるほか、ハーバード大学などでも研究が行われている。その英語圏では、岩に刻まれた彫刻のことをペトログリフ、岩に描かれた絵画のことをペトログラフという定義で両者を区別している。他方、日本ではこの定義付けが曖昧で、ペトログリフとペトログラフの両者を混同している記述がしばしば見られる。 表現のモチーフが類似しており、英単語も似ているためにおそらくは翻訳時の混同が起こったと思われるが、彫刻と絵画は美術界でも明確に区別される。正しくは英語圏の定義に沿って岩に刻まれた衣装、図絵の彫刻についてだけを学問上ペトログリフと呼ぶ。最も古いものはウクライナの仮面ナやモグリアにあるもので、 旧石器時代のものと言われている。7000から9000年前頃には絵文字や表意文字のようなものが現れ始めた。この頃は世界中で岩面彫刻はまだ一般的であったが、いくつかの文化では20世紀になって西洋の文化が入ってくるまで使用し続けていた。それらの場所や作られた時代、イメージのタイプ等から推察される目的については、 多くの理論がある。いくつかのペトログリフは、天文学で使う印、地図及び記号的なコミュニケーションの他の形式であると思われる。地形あるいは、周囲の土地を表す岩面彫刻は、ジオカンターグリフとして知られている。それは道、川、時間と距離を表しているとも推察される。さらに、それらは、他の儀式の副産物とも考えられる。 例えばインドのものはロックゴングという楽器であると確認された。いくつかのペトログリフはそれを作った当時の社会において文化的にあるいは宗教的に重要なものだと考えられる。その重要性は子孫へと伝えられる。スカンジナビアの北欧人の青銅器時代以後の記号は宗教的な意味に加えて種族間の領土の境界を表すように見える。さらに、 地域ごとに方言が存在するように見える。例えば、シベリアの名と呼ばれるものはほとんどルーン文字のある初期の形式のような形をしている。しかし、詳しいことはわかっていない。ヨハネスブルグのビトバーテルスラント大学の岩石芸術研究所が、カラハリ砂漠の3人の中のシャーマン教と岩石芸術との関係について研究した。 三人の美術品は主に絵画であるが、それらの背後にある心情は、それらを理解する根拠になるという。ラリーウェブサイトによると、研究者は、三人の心情がその画家の信仰生活に基本的な役割を果たしたことを示した。絵の背後には別の世界がある。踊り手が動物の形で飛び立ち、力を引くことができ、治療、人工幸雨及び狩猟を導くことができたという。 主に考古学的な面と美術的な面から研究が行われている。考古学的には過去の人々の風俗や生活様式、時には気候などを類推できるほか、文字の誕生を探る上でも貴重な手がかりと考えられている。また美術的な価値についても研究がなされている。研究における有効性の問題として、岩石の風化により生じる亀裂やくぼみが、 ペトログリフであると誤認される場合のあることや遺跡の改ざんや鉄像といった問題が挙げられる。世界中で調査され GPS で記録されたペトログリフを分析した結果、紀元前3000年から7000年頃のペトログラフに大陸の全域の広い範囲で共通性があることが分かっている。よく見られる模様としてはうずくまる人、キャタピラー、はしご、アイマスク。 ここペリ、輪止めをかけられた、車輪等が挙げられる。この理由としては、様々な説が考えられている。環太平洋地域に、ペトログリフの文化が点在し、日本においてもペトログリフの存在が確認されており、いくつかの団体が研究を行っている。日本先進ワズラガ研究会は、北海道のテミア洞窟やフゴッペ遺跡の研究から、発展している組織で、 こちらは主に美術的な観点からの調査を行っている。了解とも世界各地で調査を行っており、海外の学会で発表する、等、成果を上げている。なお、1994年3月28日の読売新聞によると、山口県下関市彦島の市指定文化財、彦島杉ぎたいは国画に傷がつけられているのが発見され、ニュースになった。 その他インザン山脈やネカ海賊自治区にもある。アラバ岬の南 1km に存在する、ペトログリフ、ルアヒワペトログリフとは、ことばンク、世界の観光地名がわかる時点の解説より、ペトログリフ vs. ペトログラフ、What's the difference?wiki diff。ありがとうございます。